ファランクス、ファランクスはアメリカ合衆国で開発された CIWS-M61 バルカン 20mm 多重新機銃と小型の補足、追尾レーダーを組み合わせて対艦ミサイルのような小型高速の目標を全自動で迎えできるようにしたシステムであり、アメリカ海軍では MK15 として正式化され、バルカンファランクスと俗称される。ソビエト連邦軍では 1960年代、初頭より空対艦ミサイルや P-15、SSN-2、スティクス艦対艦ミサイルなどを対艦ミサイルの配備に着手していた。これに対し、西側諸国海軍では、自らの対空能力を過信した上、これらのミサイルの実戦経験がなかったこともあり、その効用と脅威を過小評価していた。 しかし1967年10月21日、イスラエル海軍の Z 級駆逐艦が、エジプト海軍のコマール型ミサイル艇に撃沈される、エーラート事件が発生し、情勢は一変した。旧式とはいえ正級駆逐艦が、小兵のミサイル艇によりなす術もなく撃沈された。本件は、西側海軍に大きな衝撃を与え、各国は直ちに対艦ミサイル防御。 ASMD の強化策に着手した。当時のアメリカ海軍は DDG 以上の使用艦にはタロステリア・ターターといった強力な艦対空ミサイルを装備していたものの、これらは円、中距離の有人ジェット機を対象としており、最近接領域の対空火力は3インチ5インチ速射砲に頼らざるを得ない状況であった。新しい短距離用の対空兵器として、すでに シーモーラーやシースパローといった股間防空ミサイル BPDMS の発が開始されてはいたもののリアクションタイム縮減の限界やシークラッターによる低高度目標探知の困難性対艦ミサイルのレーダー反射弾面積の小ささなど ASMD には不適な部分が多かったこのことからこれらの股間防空ミサイルの内側をカバーする 近接武器システムの開発が施行されることになった。提案は1968年になされ、1969年には、ジェネラルダイナミックス、GD 社とも部門が、フィジビリティスタディを受注した。1973年8月からは、試作機が、ファラガット級駆逐艦、キングに搭載され、1974年3月に、かけて、感情評価試験が実施された。 この成果を踏まえて改善された量産機は1977年にホレストシャーマン級駆逐艦ビグロに搭載されて実用試験が実施された。1978年には量産が開始され、1980年にクーボ・コーラル C に搭載されて装備化された。本システムは M61 バルカン 20mm 多重新機銃と補足。 追尾レーダーを組み合わせて一機の砲台に集約したシステムである。MK15 はシステム全体の故障であり、艦内に配置される操作部を除くと MK16 と称される。マウント単体では MK72、FCS は MK90 と称される。本システムは150ミリ厚のプラットフォーム上に課されるが、簡単下に配置しなければならない部分はない。 5.5平方メートルの甲板と異界があれば、艦のシステムからは操作用電源と冷却水の友を受けるだけで作動できる。他のシステムとのインターフェースが少なく、本システムだけで独立した兵器システムとして運用可能であり、全備重量も比較的軽量であることから、大型艦艇から小型艦艇に至るまで搭載できる。信頼性にも優れており、 1977年に行われた評価では、平均故障間隔、MTBF は188時間、平均修復時間、MTTR は2時間45分と、いずれも海軍の要求、60時間及び3時間を大きく上回る欠が記録された。上記の通り、本システムでは 20mm 口径、6重心の M61AH、 バルカンを装備した。これは当時のアメリカ軍戦闘機で標準的な航空機関砲になりつつあったものであり、高発射速度と安定した弾道が特徴であった。方針長は当初は76口径であったが、ブロック1バイトより99口径に超方針化された。発射速度は当初は最大で毎分3000発とされていたが、ブロック1ベースライン1では、 機銃の駆動方式を油圧式から空気圧式に変更したことで発射速度を毎分4500発まで向上できるようになった。球弾はベルト式で円筒形弾層が機銃の下方に配された。準備弾数は初期型のブロック例では989発、ブロック1では1550発に増大した。空薬強は回収シュートによって 再び円筒形断層に回収され、またもし不発弾が生じた場合も、空薬莢と共に回収される。再装填は30分以内に完了できる。なお射撃そのものは持続的に行われるが、射撃式の観点からは、10発ごとのバースト射撃として評価される。また、ブロック1バイトでは、耐水場射撃の際には50発ごとのバースト射撃を行うことができるようになった。 弾薬として、当初はアメリカ海軍では劣化ウラン弾身のアップズを、また海上自衛隊では航空自衛隊と同じ普通弾を使用していた。その後、技術研究本部でニッケルクロムタングステン合金を弾身に使用するアップズが開発され、海上自衛隊で装備化された86式 20mm 機関砲用鉄鋼弾薬砲。また、アメリカ海軍でも 1989年から1990年にかけて同様のタングステンアップ図に切り替えた。本システムでは 20mm 後継弾を使用することから 30mm 後継弾を使用するゴールキーパーよりも力で劣るという批判もあったが、アメリカ海軍ではいずれにせよ弾着によって目標ミサイルの弾頭が誘爆することから破壊力には優位な差はない一方、 商工系団の方が多くの弾薬を搭載できて有利であるとして、問題はないという見解を発表している。本システムの際だった特徴は、他戦闘システムから独立して、目標の捜索、探知、追尾、攻撃及び攻撃効果の判定、再攻撃、または他の目標捜索へ移行こうという一連の対空戦闘を自動で完結するものある。 機銃部上部には白く塗られた円筒形のドームが配置されており、上側には捜索レーダー、下側には追尾レーダーのアンテナが設置されている。これらのレーダーは、アメリカ陸軍がバルカン砲と連動させている案、VPS-2 と混同されることもあるが、実際には VPS-2 は単なる即居レーダーであり、別のシステムである。いずれも、動作周波数は、K バンドで、 これらの2機のアンテナで1機の送信機を共用しているため、同時に電波を発射することはできず、システム単体では捜索中追尾を行うことはできない。パルス繰り返し周波数、PRF は距離に応じて3段階に切り替えられる。なお最初期のブロック例では、アンテナとしてはいずれもリフレクターアンテナが用いられており、捜索レーダーの捜索範囲は、行革レードから5度に限られていたが、 ブロック1ベースライン0では、捜索レーダーのアンテナはバックとバック配置のフェーズドアレーアンテナ4面に変更され、捜索範囲も行角70度まで拡大された。また、ブロック1バイトでは、レドームの右側に、高額照準装置が追加された。これは、ピルキントン社製のフーリア、ハドティ5から2回を用いたもので、 検知波長は8から12マイクロメートル、FOV は2.3度及び4.53度であった。これらの捜索、追尾レーダーにより探知した目標の現在位置と高速で発射される弾丸群位置の双方を追尾して、両者の差を検出、修正量を算出して、継続的なヘイル,ループ制御による修正射撃を行い、命中を得る。 目標の撃破を確認すると射撃を終了し、捜索レーダーの捉えた次の目標に対応する。電子計算機としては、ブロック0.1では、コントロールデータコーポレーション、CDC 社のモデル 469E を使用していたが、ブロック 1A では、R3000 を使用した CDCAMP に変更された。アメリカ海軍の資料では、一目標の探知から攻撃開始まで、 約2秒、目標の破壊に要する、弾数は、平均約200発、最大有効射程は、約1500メートルとされる。最初期の想定では、目標で探知、で捕捉し、で射撃を開始することとなっていた。内側限界線、組織圏、キープ、アウトゾーンはに設定された。制御部として、戦闘指揮所、CIC に向け、 340円隔操作板が、また、機銃の近くには、主として、テスト用の MK339 操作板が、設置されていた。また、ブロック1バイトでは、これらの制御板を回収して、光学照準装置による、遠隔操作で射撃できるようになった。最初のメジャーアップデートである、従来のブロック例では、低空目標に限定されていたのに対し、 ブロック1ベースライン0では、基準の行革を増すとともに、捜索レーダーのアンテナ部をフェーズドアレイ方式に変更し、捜索能力も強化した。また搭載弾数も増大した。1981年12月から1982年5月にかけてる試験に供され、1988年1月より配備が開始された。続くベースライン1では、 機銃の発射速度を毎分4500発まで向上できるようになり、またレーダーの感度も向上しており、1988.89年度より生産に入った。また、ベースライン2では内蔵データバスが追加され、標的機なしで自己テストを行えるようになった。当初はトムソン CSF 社製のレーダー送信機の導入も検討されたが、これは実現しなかった。 1980年代以末より、ミサイルの高速化、ステルス化や多数同時攻撃などによる、軽空脅威の増大に対処するための次世代ファランクスとして、ブロック2の開発が検討されるようになった。計画では、1992年に契約を締結して20世紀末には実用化することとされた。アメリカ海軍の要求に応じて、GD 社では、 25mm テレスコープ台を使用する7重心基準を連装に配する案が検討されていた。また FMC 社ではファランクスのマウントに組み合わせる電熱砲の回を受注していた。しかし後にこのように抜本的な設計変更よりはブロック1を端緒とする全身的な改良策を重ねていくように方針転換されたことから1992年には これらのブロック2の開発計画そのものが棚上げされた。ブロック1ベースライン2バイトとも称される。電子計算機を更新し、高機動目標への対応能力を強化するとともに、官邸自衛システム SSDS との連接にも対応した。ブロック1ベースライン 2C とも称される。基準の重心長を延長し、レーダーにもサイドローブ抑制やフィルターの改良などを加えたほか、 フリアによる高額射撃式装置が追加され、対水上射撃モードに対応した。NATO 各国海軍をはじめ、21カ国で870セットの採用実績がある。アメリカ海軍は、1980年にミッドウェイ級航空母艦、コーラル C に搭載されたのを皮切りに1990年代までのほとんどのアメリカ海軍艦,艦艇が装備していた。 沿岸警備隊の一部カッターにも搭載された。実戦では、1991年の湾岸戦争で、イラク軍のシルクワームミサイルに対抗するため発射した、チャフを誤認した、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリゲート、ジャレットのファランクス CWS が、護衛対象の戦艦、ミズーリに誤射する、事故、人的被害は、水兵1名が負傷したのみが起きた。 2003年7月12日収益のニミッツ級航空母艦ロナルド・レーガンで従来のファランクスに変えて多数目標への同時対処能力と高速飛翔ミサイルへの対処能力向上を目的にドイツと共同開発したラムキン接防空システムの搭載を始めている。このため現在ニミッツ級ではファランクスのみ、ラムのみ、双方搭載と各艦の武装が異なっている。が、 次世代のジェラルド・アール・フォード級航空母艦やアメリカ急強収容陸艦ではラムと共にファランクスが搭載される予定である。海上自衛隊では高性能 20mm 機関砲と故障されヘリコプター搭載護衛艦の知らね方が新造時から装備が計画されたが昭和50年度計画艦の一番艦、知らねは後日装備となり実際には 平成2年に装備された、昭和51年度計画艦の2番艦、クラマは、新造時から装備している。反用護衛艦では、初雪型の昭和54年度計画艦の3番艦、ミネ雪から、新造時に装備されるようになっている。また、他の護衛艦にも順次追加装備されている。1996年6月には、 ハワイ沖で行われた艦隊平洋合同演習、リンパック96で、朝霧型護衛艦、U ギリが、標的栄光中のアメリカ海軍第115、攻撃飛行隊、ス -115 所属の NF500、キャグ A-6 艦攻撃機を誤って撃墜している、パイロットは脱出。ブロック1は、ムラサメ型以降、ブロック1バイトは高波型4番艦。 サザナミ以降に導入されているが、ヒューガ型、出雲型二番艦、カガ、および混合型、アタゴ型には、ブロック一バイトが搭載されたものの、出雲型一番艦、出雲、秋月型には、ブロック一もしくは、ブロック一 a が搭載されている。イギリス海軍は、フォークランド紛争の戦訓から、航空母艦にファランクスを採用したが、後により破壊力の大きな、オランダのシグナル。 最なる射精ゴールキーパー7方針 30mm ガトリング法に更新した。が、その後の心臓管では引き続きファランクスが採用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。